日本軍の強さは世界に輝いてますね。これに一回品軍のざまになってないですな。品は負ける癖がついてるんです。やっぱり負ける癖であるんです。物売りに来てもすぐ負けるでしょう。まあ商売人はね。この間も反物屋が来ましたよ。やっぱり来ましたか。おーご存知の研究油なんか。おーこれ着物裏ならほとんどできる。なるほど、大変便利。それは便利よろしい。ええー、当たり前10円安8円負ける。おお2円負けるって買うよろしい。そうそうですか。いりませんよ、うん、そんな金があったら国防献金します。じゃあその方がいいですな。何しなバカソロか。重たい物入れ方ね、あんたのは。私しなんまりあるしな嫌いから日本来て商売する。なかなか言えないっすかね。何登場せんかバカ。ボロクソですな。もう金がないから買いなさい言ってますのよ。誰金ない。え金あるないしとんでわかる。あやっぱりね。にでてんただよ。おーおでてんめいよ。何を言うとるんですか。にでとはあたで。なるほど。せんとはお金。あお金たくさんあるわたたいう。あんた金持ちって言うとるんですか。おでてんめいよ。それは何ですか。あたしは金ありませんけどおたくは金持ちやと尊敬してるんです。そこらやっぱり商売人ですな。にでてんただよ。おーおでてんめいよ。あそっくりやな君。失礼な、そぶれの妹みたいに聞こえますよ。そう綺麗でもありませんが。よいわわ。いや、これ失敬しました。シフォはちゃんこええよ。それまたなんです。シフトは奥様よ。奥様。ちゃんこいは旦那様。なるほど。ゆうはありますかと尋ねる。あんたお婿さんありますかと聞いとるんですな。失礼なこと言いなさんの年の若いのに。年が若い。それ年若い。それは言いますよ。はぁ、あ、こらしいことよ。けったなこと言いません。年若い年いく商売しとんでわかる。あ、やっぱりね。あんたかぼちさ年若く見えるしは多い年いく。ボロクソ言われてるね、あんたは。余計なこと言いなさんな。1円で買ってあげるから買いなさい。1円。あれ1円売ろか。そらかわいそう。中央のもの誰れ1円売ろ。そら売らんでしょ。あんたかぼ私売らん。おい、ええこと言いますわ。健康さ悪い。なこと言うもんですか。もう少し負ける顔いい。あ、もうちょっとね。声負けろ。声。いるん？うん。ええ、仕方ない。当たり前裏話。奥さんペッピンから仕方ない。これ負けるわよ。なんであんたがペッピンやから負けるんですか。顔のおかげでちょいちょい得するんですよ。あ、君も随分うぬぼれが強いでさ。シナ人はすぐ負けるでしょ。まあ、商売には賭けりが多いんでさ。今度の戦争でもそうですよ。あ、そうですかね。シナが撃ってきたから日本が買いに出るとすぐ負けるんですよ。しかし君、商売と戦争とは一緒にならんでしょ。商売も戦争も駆け引き一つですよ。だから駆け引きはどうしてもありますか。駆け引きといえば品兵の月給がまた値上がりしたそうですよ。やっぱり戦争になれば奴ら政府の足元に目をつけるんですな。政府の足元ばっかり目をつけるから銃を取る手が狂うんですよ。それでちょいちょい目くら打ちをするんですかよ。甚だしい時などは同士打ちをやってるそうですよ。まったく困った奴が揃ってますな。お気の毒に蒋介石も悲鳴を上げてますよ。国民政府はね、こう日本に負けては難禁やな難儀やな。大体品の兵隊は金で雇うそうですが、いろいろな兵隊が来るでしょうね。もう食うに困ったらすぐ兵隊に志願するんですよ。ああ、そうですか。で、月給が気に入らんなどとよその隊へ流れ込むんですよ。じゃあ、全く渡り鳥のような生活しとるんですな。みんなヤクザばかりでござんすわい。いや、しかし、体格検査ぐらいはあるんでしょう。いえいえ、そんな必要はありませんの。あ、全然ないんですか。簡単なもんです。ああ、そうですか。もう、体さえ持っていけばよろしいの。なかなか便利がいいんですね。ですから、シナの兵隊を便利隊という。いや、便利隊ですよ。便利隊。ややこしいね、あんたの。ややこしいのがシナ兵の特色ですよ。おいわわ。お前方逃げたった。逃げたったで、あんた逃げたりすると特戦隊に殺されますよ。でも隊長さんは逃げることばっかり進めるんですよ。どうしてそんなこと進めるんですか。逃げた兵隊の月給を隊長殿がごまかすの。随分悪いことするんでさ。悪いことが今度の戦争には大変役立ったそうですよ。どうしてごまかして穴を開けたのがよかったんですか。自分で開けた穴の中に隠れるでしょう。その隠れる穴はどっちかっていうんですか。ああ、どっちかといえばね。どっちかといえば穴があったらきっと兵隊が隠れてるでしょ。そのまま隠れてますな。ですからこれいわゆる不正兵ですよ。あ、兵隊を捨てたるんですな。不正兵。なるほど。穴やから不正兵があるわけですよ。ああ、じゃあ不正ですよ。しかし特戦隊は何のために抜ける兵隊の番号してるのかわからんですな。鉄砲と剣を取り上げるためですよ。そんなもん取り上げてどうするんです。売りますの。売っても構わんのって。
逃げる兵隊番するだけではあまりにも楽しみがなさすぎますよ。なるほど、一文にもならんというわけですな。一文にもならんから特戦隊というの。あんたの話当てんなよ、一体。そらからでっぽの話ですもの、当てんならんのが当たり前ですよ。それに信濃の弾は流れ弾があるそうですね。ですからね、信濃の質屋さんは絶対弾とか鉄砲は預かりませんと書いてありますよ。それはまた危険ですもんね。危険より何より流れるのを承知して預かる質屋がどこにあるもんですか。えらまた信濃の質屋のことあんた詳しいね。何よ、おめえさんほどにもござんせんわい。何がおめえさんや、しょうもない。しかし兵器をそうやって金銭に変えたら鉄砲が減っていくというわからんのですかね。鉄砲が減ろうが戦争に負けようがそんなもん平気ですよ。あ、そうですかね。だいたい品は昔からもう鉄砲がないんです。どうしてですか。無鉄砲って言うでしょ。君の言い方の方が無鉄砲ですよ。今度の戦争で活躍したのは、ああ、蒋介石よりも奥さんの装備連の方ですね。お、やっぱり背後には女がおったんですな。女は災いのもとじゃの。ああ、だから僕は女一番嫌いですよ。いやいや、私はその限りにあらずじゃ。あんた厚かましい終わり方。女でも偉いですよ。ああ、そうですか。デマ放送なんかやってますよ。なかなかやり手ですね。あの奥さんとロシアとが関係があるんですよ。ああ、やっぱりそれは本当やったんです。それは私だけじゃない、皆さんもおっしゃいますよ。どう言ってます。ソビレートロシア。いや、あれはソビエートロシアですよ。じゃあ何やがれ、笑いしやがら。自分が言うといて照れくせないから長期抗日ってなこと口では言えど、ああ、その内心も日本軍に謝りたいでいっぱいですよ。じゃあどうして今のうちに降参せんのですか。もういっそのこと降参紹介席と思えども。いいそびれたんですね。あ、肩こるわ、ほんまに。